こんにちは今日は3月4日の収録の第2回目になりますいろんなことを1回目話したつもりですけれどもやはり時間がなくてですね、えーはい、私の家の2匹のうちの9がですね今山立くんの、はい、膝の上に乗ってますけども浮気をしておりますね <laughs> <laughs> ああ見れた。<laughs> まああの<え>私のチャンネルだけ見て<え>あの見ていらっしゃる方はですね<え>あの知らないとは思うんですけども<え>山田君はとんでもない大きなおそれとおうんちの臭い <laughs> あのお素晴らしいねあれ名前なんていうんだっけジャガっていうメイン君の子ですねメイン君のね本当あれメイン君って一番大きくなるの一番でかくなりますはいただまだこの君 <laughs> の子の <laughs> これ視聴者の方は分かんないと思いますけど、<laughs> あの夏に向か初めてこの球を見たときと比べてあの、見たことないレベルで、なんだ膨張してるんですよ。<laughs> 本当に、こう上こう、伝わるかな、これ。ね、すごいんですよ。<laughs> なんか、でかくなり方が。あのでも、重たくないんで、太ったわけじゃないんですね、そこまで。ただ、なんか、本当に肉団子とか。<laughs> まあこれはこれでかわいいですよね。本当にねご飯よこすでうるい猫なので,負けちゃうんですくまあこの前もねホス系の人たちって猫好き多いねなんて話をしたんですけどねあ、はいうん、まあ,あの左のリベラルの猫好きは多いかなとは思うんですけども。<laughs> うん、えっとそれじゃあ2回目前回のお続きということになります。で 山田もう早くも4段目の準備が本の方できてるというちょうど今日仕上げてきた感じであの原稿原稿はい原稿最終稿って感じ最終稿で何回ぐらいやった2回3回ぐらいやった2回ですかね2回二回って早い方だじゃんバックバックですよね初稿と最高で終わった最高ではいで今最後のところであの か駆け込みで間に合うようなやつであの今日の最高裁の判決を入れたりとかした感じですあなるほどあなるほどねじゃあかなりアップデートだいぶされたものがいつ出るの、はい、えっ、ー、と3月の末に出る予定でテーマは「2020年に陰謀論者」と言われて悲しかったあなたに捧ぐ本みたいな感じで、うん、<laughs> まあ詳しいことはあの僕の自分のライブで喋ろうと思ってるでああなるほどああかどういう意味かなんかやるの えとそうですね、3月の、あでも23日かな、日本時間の、なんで、まあ、直前でやろうと思ってるんですけど、ああなるほど、はい、あのこの2回目が出るのが今週末だから、うん、重なるぐらいになるのかなあいや、もう3月の、本当、ぎりぎりのところでやるんで、23日ぐらい、ああなんで、まだ2週間ぐらいだけです。ああ ね、もうその2020年選挙に関することとかあとはそこに引き続いた1月6日事件のことあとはバイデン家族の、まあ、悪行ですよねその辺りを本当は一冊に収まると思ってやったんですけど、うん、全然ですねあの、書ききれなかった本当に。で、まあ、そのライブのところでお見せしようと思うんですけど、うん、今までの。 と比にならんレベルの資料が必要でうん、うん、っていうぐらいいろいろそのなんだろう簡単に出てくるレベルのものじゃなくてその政府資料とか引っ張ってこないと分かんないようなことがいっぱいあったのでぜひ楽しみにしていただけたらとうう思っております <laughs> そうだね、はい、あの一月六日事件の、はい、特にあの話なんていうのはどんどん出てきたからね、うん、バイデン政権の悪さがねあの 一人だけいつまでも捕まらなかった、煽ってたやつがいるじゃないあはい、レイ・エップスですね、たぶ、はい、んの。彼は結局、うんと、逮捕されて、逮捕というか、起訴されて、うん、で、えっ、ー、と、なんて言うな、あれは、司法取引に応じたんですけど、うん、他の人たちは、えっ、ー、と、その禁錮何年とかいうような話なのに、うん、そいつだけは、えー、と保護観察処分、だから、おあの、何でしょう、えっ、ー、と、刑務所はなしと。 そうだねう、うん。あの、今の話っていうのは、うん、あの、知らない方いるかもしれないですけど。やはり F. B. I. がね、仕込んでたんですよ。うん、で、その仕込んでたやつ、一人、あ映像で分かってたんですけど。それは名前なんだっけ、凄い。レイエ,ップ,スレイエップス。レイエプス。その、彼は F. B. I. の工作員だったんですよね。で、行け行けと、お中に入れ、ということを煽って。うん いる映像があるにもかかわらず何もしなかったんだね、うん、ずっとね FBI は。で FBI はだから、うん、もうそういうことをやらせるための要因だったので、うん、ずっとほっといたんですけどさすがに映像がね <laughs> 出てきてそれはないだろうということで、うん、だからあの今回あそういえばほらニッキー・ヘイリーがワシントン DC だけ勝ったでしょ。うんはい、ワシントン DC っていうのは <laughs> どうしようもないね。うん あの2016年の結果と見比べてみたんですよ、うん、そうしたら、まあ、正直、共和党自体はもう2016年の段階で、その一人の候補に入って1000票ぐらいみたいな感じなんですね、ただ民主党側は7万、ヒラリーが7万8000ぐらい取ってて、でバーニー・サンダースが2万票ぐらい、だから合計で10万ぐらい、うん、で共和党側は全部足しても3000。 だからもうやっぱりもう昔からそのリベラル色というか民主党色がまあ濃いわけなんですけどそこでようやく勝てたっていうのは日記ヘイリーらしいですよね僕はもう動画で「あの民主党大統領候補」ってずっと言ってるんですけどまさにその通りだなの今日はですねちょっと副大統領をどうするかどうなるのかなっていう話をね<ー>今日の2回目でしようと思ったんですけど、うん、やはりね 副大統領候補っていうのは一応こうバランスを取るっていうのは今までのね、うん、その共和党まあ共和党だけじゃなくて民主党もそうなんだけどその党内バランスを取るという形で副大統領を選ぶというのは普通だったんだけども、うん、これ今までのね歴史だけを見てる人たちはどうしても党、うん、内バランス党内バランスを取るということは 党内ネオコン、党、うん、内ネオコンのバランスを取って、うん、あの、副大統領候補に日記、平凛っていうのは常識的な判断だと思うんだよね。うんうん、今までのその感覚から言えば。うんはい、だけど、やはりね、その共和党がライノをね、もうライノは共和党員じゃないんだという形が はっきりしてきた、ねうん、これがニ・ケーリーが今ああいうことをやってるおかげでね本当に共和党の中でトランプさん苦労してたんだなっていうのが分かってきたんまとめること自体はまあ正直できてないわけなんですけど、まあ、ここまで大変だったのかっていうのは、まあ、この選挙が終わってから初めて明らかになってきて、うん、で特に中間選挙を経て共和党は下院過半数を抑えたっていうところでまたそれが如実に。 出てきてきますよ、ね、そのウクライナ支援1個巡ってももうすごいせめぎ合ってるじゃないですか民主党と結託してるラインの勢力とかだからほら共和党全国委員会の,あのあマクダニエルですねマクダニエル、はい、あのことに彼彼女が追い出された話をちょっとしてもらおうかな、うんうん、あえっ、ー、とロナ・マクダニエルっていう共和党全国委員会なんでその共和党の,その選挙関連を統括している委員会の トップに君臨してたロナ・マクダニエルっていうあのミッド・ロムニーっていうねあのライノの筆頭角あれのうんとメインに当たる人物なんですけどそいつがえようやくこのたびこの動画が出るタイミングぐらいかなで辞任を発表ということで3月の8日かなぐらいのところで辞任をすることになってるんですねで、まあ、結局彼女がまあもともとはあの2020年選挙でミシガン州です当時共和党の委員長やっててで あの、トランプ大統領の、2020年、2016年のミシガン州でのトランプ勝利に一応貢献した人物っていうことで、全国委員会まで乗し上がることができたんですけど、まあ、結果はまあその、無能だし、<laughs> ただただお金無駄遣いするだけだし、で、まあ何よりもその、選挙資金集まったものをそういう、いわゆるライノ勢力にパン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 出すもんだから、まあ選挙も勝てないし、で、そうしたら、あの、大口の、 その献金者たちが見放して全然お金も集まらなくなるしっていうので、まあ、ズタボロにした人物なんでですすよね、ね。結局。そうです、ねうん、だからほらさっき1回目で話したけれども、うん、その彼女のおかげであのレッド旋風が起きずにその結果として。あ 新トランプの、あ,<ー>あの、す、何名ならあ、数名だよね。そうですね。うん、人数もう覚えてないですけど。五名ぐらいの。<laughs> うん、の価値が上がったということで。うん、逆に貢献したかもしれない、ね。あ、そうですね、うん。あそこで列島戦法起きてたら、あれ、本当に、あの、ライノがね。うん、そのまま生き残ったと思うんだよね。うん、で、ひどかったね。あの、共和党全国委員会の。 エクスペンスの内容を見たら、うん、リムージンだとか、うん、お花だとかとにかく選挙資金を、うん、に使うというよりも自分たちのなんていうの、うん、ラグジュアリーだねいいホテルで楽しいパーティー開いたんじゃないかな、うんまあ、それおもてなしもねそれ必要かもしれないですけどちょっと度が過ぎてるかなっていうのとあとは。 もう他にやることああっったりしううていうのはありますよね,そうだ,ね、うん、だからライノの衰退っていうのは本当にあのいい方向にいってるね、うん、だから全国委員会の委員長、うん、あれ委員長っていうのかな委員長ですか、ね、長。それでしょそれから今,今新しく会員のジョンソン、うん、まあジョンソンもちょっと振り切れてないけど。まあ彼 正直準備不足だなるとは思わなかったか。まあジム・ジさんでしょみたいな感じで多分いたらそれも決まんねえのかっていうので急ピッチで出てきたじゃないですか、うん、まあだから正直芯がないというかふにゃふにゃしているところはありますけどただから今回あの1月6日の日の,あの議事堂内の監視カメラ映像あれをようやくあの何の加工もなしで出すっていうことを決めたんで1回あのその 議事堂内の監視カメラ映像ってあれ、その FBI の内通者とかがいっぱい映ってる危険性があるんで、あの顔をか加工する、モザイクかけるみたいな感じで、うんうん、わかんないようにしてから公開するって言ってたんですけど、もうその加工もしないっていうふうに、本当、うん、先週ぐらいにしたんで、あの、まあ、ちょっといい感じには前に進んでるかなと思いますでその辺も書いたわけだ、今度の。書いてます、今度はん。 細かいこと、うん、僕は歴史ではあの、歴史は細部に宿るっていつも言ってるんだけど、うん、やはりね、1月6日、うん、いや6日事件ね、うん、あれもね、やっぱり細部を知ら,知らないで、コメントしたら間違うね、うん。あれは本当に、調べれば調べるほど、闇が深いというか、うねまあ、FBI のやばさとか、あとは、あのまあ、裁判所の,その司法の限界ですよね。うん、あれあの、裁判担当者がワシントン DC なんですよ、すべてが。 1>, やっぱその1月6日時限で議事堂で起きたことなのでもうどこにフロリダ州在住の人だろうがテキサス在住だろうが全部ワシントン DC で裁判をやるんですけど、まあ、結局その裁判の時例えば陪審裁判ってなったらそこに住んでる人から陪審選ばれるんですよね。で、まあ、さっきもちょろっと言いましたけどもうとてつもないレベルで民主党に偏っている95%が民主党支持者のところでやってるのが1月6日の裁判なので、まあ、どの判決見ても 嘘だろみたいな <laughs> 判決しか出てないんですよね。そうだね、うんうん。アメリカってアメリカのまあ私の本読んでる方はわかると思うんだけど、うん、アメリカの歴史って偽旗作戦の歴史なんですよ。うん、だからあの FBI っていうのはそういうのをイギリスの MI6 からな、うん、習ってんだよね。ああ、なるほど。うん、だあのフーバーっていうエドガー・フーバーっていう人が、うん いるんだけどその人はあのー、すごく MI6 のやり方を勉強しましょう、うん、まあ勉強しろとルーズベートに言われたんだけどね、うん、だからまあ今日のちょっと本題とはずれるんだけどイギリスの MI6 ってのはめちゃくちゃですから、うん、だからそれに FBI は学んだとで、えー。何か大きなこことを起こす時は 必ず偽旗作戦、味方を殺させるという手法を取りますので、うん、まあ,あの、もう何度も騙され続けているんだけどね。うんうん、そういうことです。で、その中では、あれもや書いたあの,あの、ボムを。あもちろん。あれ、結構力入れて書いた。力入れて書いた。はい、あれ。 じゃあそのことちょっとねあの私の番組で視聴者の方はよく知らないかもしれないから誰がアップボンラしたかそう1月6日の日の、まあ、いろんな謎があるんですよねであの中での最大の1つの謎がその1月6日の日に爆弾が2個見つかったってことで大騒ぎになったんですよ。で え、一個がその共和党全国委員会っていう建物の、ま、本部の建物の、ま、すぐそばで一個見つかって、で、もう一個が民主党全国委員会の建物の、ま、目の前で見つかってっていうので、で、ま、なんで共和党側、民主党側は両方ともで見つかってるんで、ま、政治的思想に偏りはない、ま、とんでもない危険なテロリストをやろうが爆弾を設置したと思われると。でも FBI は全然ろくに捜査をしていない。で、 えとしかもその爆弾自体も写真がその実際公開されてるものがあるんですけど FBI とかああ ATF っていうそのアルコールとか爆発物処理担当の部局とかがあと米軍とかがその、えー、と訓練で使うなんで道具があるんですよその訓練で爆発物を取り扱う時に使う材料っていうのが。 まあ当然あるんですね。そのどうやって解体するのかとかそういうのを勉強するためのそれともう,うり2つな爆弾が2個設置されてましたとで、えー、FBI さんはろくに作もしてないですし一応前日に爆弾は設置されたっていう一応物語になってるんですけどそれも正直怪しいというのも FBI がその公開情報として出している例えば動画とかがあるんですけどそれに関してはなぜか 爆弾を設置しているところを映してないんですよ。あの、監視カメラ映像をもとに、その爆弾魔と思われる人物が、その爆弾設置された付近をうろちょろしているものは公開されてるんですね。ただ、あの、設置しているところちゃんと見える監視カメラ映像あるのに、それをあえて公開してないんですよ。今も公開してないの今もしてないです。あの、えっと、一応その公開しているのがうろちょろしているやつ。で、しかもその公開されている動画も、あの、フレームレートって言って、動画ってやらないですよね。あの 写真の連続で滑らかに見えるように、動いているように見えると。そのレートが明らかに加工されているものなんですね。で、FBI ってその動画の加工、証拠品の加工って、まあお手の物、<laughs> 過去にそういう例はたくさんあって、特に爆弾に関しても、オクラホマ州であった爆弾事件も全く同じ感じで、あの、証拠改ざんした例があるので、多分同じことをやってる。っていうので、 まあ、あの何言いたいかって言ったら爆弾が2個あったと、で設置されている爆弾がどこからどう見ても FBI が訓練で使っているものにしか見えないと、でえー、としかも FBI はろくに捜査もしていないとで、公開している証拠もあの100%、僕は自信持っていますけど、100%改ざんしたその動画を公開しているということで、怪しさしかないんですよね。 でそ,れのでその爆弾処理のために結局、議事堂警察とかの部隊4分の3がそっちにあの対応に向かっちゃったので,で警備が手薄になりましたとで警備が手薄になった結果あの暴動になりましたとあの爆弾が見つかった瞬間って暴徒化が始まったタイミングと全く同じなんですよだからそのさっき冒頭でお話し出たレイ・エップスってやつあいつがなんかそ,れそれに合わせてかそう行かせたんだねじゃないと偶然に偶然に偶然に偶然,に偶然がかかり 重なりすぎなんですよ <laughs> っていう話があるんですね。<laughs> で、こういうのは多分日本メディアで全く報じないんですよね。これほどワイドショーで取り上げたら面白いものないだろうと思うんですけど。そうだね。うん、だから一月今一月六日事件でほらリーズチェイニーが連中やってて、はいうん、今彼ら幹事たちどうしてんの？あいつはだってこのめ中間選挙で負けたんで、あの議員ですらないっていう感じですね。いやあのほら委員会でやってたら中。ああ、今日。<ー> リズはもあれで。そう、リズ、え、共和党から二人しか行ってなくて、リズチェにいたアダムキンジンガーっていう二人で。アダムキンジンガー今どうしてるの?。中間選挙でもう100。百パーセント負けるから、あの、私は、務めを果たしたので、出馬しませんっていう、まあ、逃亡ですね。まあ、負けたら,恥ずかしいから。そう、アダムキンジンガー、あの、え、も入れますけどね。とにかくあいつ泣くんだよね。<laughs> そうですね。めっちゃ気づいてた。<laughs> あの二人も、あれだね。 あのライノの凋、うん、落というかねややこしいのが、うん、あいつらが喋ったことが共和党の代表みたいな感じに CNN とかになるんですよだってアダム・キンジンガーも結局やめた後とに CNN の,そのコメンテーターやってるんでなんでなんか彼こそがその彼が言えば共和党の意見だからやっぱトランプは間違ってんだみたいな感じの根拠とかに使われたりとかするんでう,、ねうん、うっとうしいですね正直。 まああれそうでしょ CNN に雇われたの誰だったっけ前の、えー、と議長あれ、CNN に雇われたかったドイツだ。下院議長マッカーシーマッカーシーはメディアは多分どこも出てない,い出てない。はい。あれ結局メディアが受け皿なんだよねあ、はい、だからやるんですよ、うんうん、だから日ッヘリもねそれ狙ってんじゃない <laughs> ま彼女は多分2028見据えた動きを今してるのかなって、ね、今日ね、うん、あの山田君の,あの動画聞いてたんだけど僕はねちょっと意見違うんだわ、うんうん、その意見違うのは彼女はもう2028年なんて考えてないと思う、うん、というのは彼女って金に汚いいじゃない <laughs> 今回できるだけ金儲けて、うん、あと引退するんじゃないかなというのが僕の読み。うんうん、もう今のそのそ ライノが消えた共和党、うん、いわゆるあるべき共和党に戻った時に。うん、彼女の居場所ないと思う。あ、そうですあ、ね、だから、あの、大前提はね、二2二十四年でトランプが。勝つってないいうのが多分。一つ重要じゃないですか。ね、じゃなかったら、もうライノ勢力、結局元に戻りますし、うん、もう歯止め効かなくなると思うんで。うんうん、それはあるね。うんうん、確かに。それで。もしも。トランプさんが、まあまあ、消るみたいな。うんうん 話になったら、あ、まあでもそうなったら、日系離反みたいなことじゃなくて、アメリカ自体が終わっちゃうんじゃない？あそうですね。うん。うん、アメリカという国が完全に分裂するという感じになるだろうね。うん。うんうん、まあもう、まあ今もうすでに水面下で起きているこのな内乱状態っていうのが。うん。 表面化するでしょまあ,あの第1回の時にあの副大統領どうするどうなるんだろうっていう話もちょっとしたんだけど、うん、僕はあのトランプさんのねスピーチなんかを聞いててにじんで出てくるのはやはりもうこの次はないじゃない。うん、だから2028年か、うん、2028年の時にトランプイズムマガ思想を 繋いでくれる人、うん、だから今までは党内バランスみたいな感じで副大統領を選んできたんだけどその思想とは違ってね自分がこれだけまあ人生の最後をかけて、うん、あのアメリカという国を元の、まあ、良い部分の、うん、まあ昔から悪いところあるんだけどアメリカっていうのは良い部分のアメリカをそのこの火をねつな、うん、いでくれる。うん 人、うん、人を彼は選ぶというような、うん、その感じのね言葉が出てるね。そうですね。うん、実際えっ、ー、と確かフォックスニュースかなんかのインタビューでもやっぱもう今それを第一に考えてるっていう風に言ってたんで、うんうん、まあ次がそのま二千二十八年のまトランプ二点ゼロになるような人になるかなと思いますね。そうだね。うん、だからそそのいわゆる女性だとか、うん、あの人種だとか。うん そういうファクターって確かに考えるだろうけど、うん、やっぱり一番だそれ以上に大事なファクターになってくるのがそのマガ思想をねつな、うん、ぐ人つなげる人が副大統そのその次にまあ女性だとか人種だとか、うんうん、そういうバランスになってくるのかなという。 感じがいましてんだけどね、うん、どねう当たるか当たらないか分かんないけど <laughs> ビューベックさんビューベックさんのかなり上げてきたよね。上げてきましたけどでも、うん、どうなのかなっていうまさ、ま、にこ,こいつここで書きましたけど、うん、あの3つ目の本で書きましたけどやっぱどうしても軽いところがあるのは気になっちゃうので最終的ななんでしょうね お願いいはできないただ何かの閣僚にはいいのかなっていうふうに思うので、うんで閣僚にはなるだろうねうん、うん、やっぱり彼はねやっぱりスピーチはうまいわうんやっぱりあの,あのスピーチの良さは、うん、やっぱりトランプさんも評価してると思うんだよね、うん、だから対象格、うん、対象格と対象っていうか中小っていうかわかんないけど、うん、そういうレベルまでは来たねうん 副大統領候補に次上がってみたいな感じはありかなって思いますけどうん、うん、いきなり副大統領っていうのはやっぱ僕ちょっと怖いところがあるのでうん、うん、そうだね、はい、そうなると誰だろう今言われてるのは例えばあのサウスダコタ州のクリスティー・ノーム州知事うん、うん、ただ僕もあの人2021年でってあバイデン政権誕生した直後にあの女性スポーツを守ろうっていう動きって。 各州でッてあったんですよね、うん、LGBT 関連ひどかったんでん、はい、でただあれでノーム州知事で一回あのベッドやってるんですよあの拒否権発動して、うん、その女性スポーツ守る法案一回廃案にしようとしてたんですね。うんうん っていうのであれ結局その大口献金者がそういうのに反対してるやつだったんで、うん、それに飲み込まれてそれいいことじゃないのいやいや,あのそいやじゃあの女性スポーツを守ろうってう法案を決してだから LGBT 側に乗っちゃったああ,あなるほど、はい、要するにあの性転換した人,人たちが、はい、いわゆる男が女性スポーツに、はいはい、入るっていうのを禁止する法案を作ったんですけどあそ,するあそれを結構早いタイミングでベッドやっちゃったんで、うん な最終的には結局内容をちょっと変えさせて、で、あの、署名はしたんですけど、うんうん、あれ見た時に、ちょっと怖いな、この人っていうのが、僕の中で出たんですね。な,な,なんか、やっぱ信念がない感じがしたんで、<ー>基本は常にまっすぐでいい、あの、非常に有能な州知事なんですけど、うんうん、そこだけがどうしても怖いところっていう。うん、あの、あれですよね、その <laughs>、 すげえ潔癖な感じで見ちゃうと、結局みんないろんな欠陥を抱えてるんですよ。そうですね。そういう意味では。うんうん、だから、潔癖になりすぎるのはどうなんだっていうところはあるかもしれないので、うんうん、でこう言うともうだって誰もいなくなっちゃうっていうのがあるので。<laughs> 僕なんかね、やっぱり二人、うん、あ僕スコット嫌いなんで。あ,あ僕もティム・うん、スコットさんちょっと。 ポンコ感が半端なかっただからティム・スコットじゃとまずいなというふうな気持ちはあるのね。多分しないと思うんだけどねでもまあトランプさんはほらあまり悪口言う人じゃないからだからティム・スコットについても悪いことは言ってないけど僕やっぱりね個人的な気持ちねやっぱりタルシー・ギャバードとかそれとかカリー・レイク この二人がダークオフじゃないかなと。あの、キャバードさんはマジでいいと思うんですよ。ね。あの、もともとはやっぱ、やっぱ所詮民主党っていうところが、もしかしたらなんか発揮される危険性あるかもしれないですけど、ただ今までの発言、例えば、あの人はもともともうゴリゴリのその気候変動支持者だったんですよね。で、もうとにかくグリーンニューディールをやろうという、大統領選挙にあの人民主党で出てた時も、もう当選したら即、あの、 何あの原油系のものも全部停止するみたいなことをかなり過激なことを言ってましたけどうん、うん、今はあの、まあ、グローバリストたちがその人々をコントロールするために利用しているのが、まあ、そういうものだっていうふうに言ってるので結構お気づきになってるんですよね。そうだねで<あ>その他の,、ね、あの発言も全部いいじゃないですか LGBT 関連とか検閲に反対してるとかそれからあの戦争ねあそうですね、うんうん、非介入主義なのもあの人素晴らしいと思いますそ,う,そう,いう意味では,意味では 大統領を内政にに使使ううううののかか外外交交とというところろがあるだろうね、まあ、外交はトランプさんやるだろうから、うん、どうなんだろうなでもやっぱり将来のねさっき言ったように、うん、自分のこの思想を受け継いでくれる人っていうのはタロシー言葉なんかいいなとは思うんだけどね、うん、でほらタロシーってハワイでしょ、はい、出身がハワイ行っ,ったらゴリゴリのブルーじゃない。うん いわゆる民主党だけ,、うん、だけどほらあのラハイナのおかしな火事あったでしょあれについいいては書書書くの書かなでああそこまあれもねいまだにあれ封鎖してるわけだから皆さんねあの私一度この、えー、レーザーベポンが使われたんじゃないかというこれ陰謀論じゃ僕はないと思うんだけどね、うん、被災地がいまだに封鎖ですよ。うん でこれでねやはりハワイってねあの皆さんのイメージと全然違って相当官僚腐敗のすすごい州なんですよ、うん、でそれにねやっぱりラハイナの人たちの状況を見てね、うん、ハワイもね少し気づいてきてんじゃないかな、うん、気がするんだよねあ、まあ。だって彼ら <laughs> 民主党からするとバイデンからするとあそこを何かやろうが別に。 得ないっすもんねどうせ何にもせんでも選挙勝てるしあそこに関しては。そうはねうん、だからあのタルシー・ゲーバードの、うん、特にね僕やっぱ一番心配してるのは介入主義だよねアメリカの、うん、ウッドロー・ウィルソン以来ねアメリカの、まあ、モンロー主義っていうのはあ完全に潰されちゃって、うん、とにかく世界の警察官になる,、うん、なるのが当然みたいなね、うん、メンタリティでしょ。 あのウクライナもうウクライナも本当にいつまでも日本の保守の人でウクライナを応援してる人いるんだけど、うん、そろそろ目を覚ましてほしいなとは思うんだけどあとイスラエルもひどいでしょ、うんうん、だから今までもうイスラエル支援で言えば、うん、まあみんなまとまったんだけど、うん、今回はまとまれないもんね。国連で停戦決議案に、えー、反対したのは。 アメリカ、うん、イスラエルとあと3角国ぐらいでしょ、うん、もう100 160対いくつ4とかそんな数字で世界中がイスラエル何やってんだと、うん、そもうジェノステじゃないかと、うんうん、あれはちょっとさすがにやりすぎですよねあのハマスを潰そうっていうのは分かりますけどただいくら何でも <laughs> っていうとこあると思うんで。だから、 あそこでで死んでる人の数あれねやっぱり映像を出さないいいっていうのは怖いね、うんうん、だからウクライナ戦争も皆さんほらあのウクライナ頑張れって言ってる人いるんだろうけどあれなんで悲惨なもう,うバラバラになってる死体なんかたくさんあるはずなのよね。うん、であるいはその徴兵にね、うん、うんもう行きたくないという若者たち、うん、たくさんいるはずなんだけどこの死体がね だからベトナム戦争の時なんかすごい悲惨な映像が出てきてそれで反戦運動が活発になったんだけどウクライナ戦争でなんで出てこないのとそれからイスラエルのガザのガザの方は幸いなことに国連僕あんまり好きじゃないんだけど国連の支援の人たちがたくさんいて。 で結果的にあのガザでの非常に危ないえイスラエルのやり方がねみんなに知られるようになってそういうことがしそのウクライナ戦争については全く報道されないということに少しはあのおかしいなというのを持ってほしいなと思うんだよね。今ハハワワイイの話話がブルーだっていう話を今したんだけど あとカリフォルニアも少しは変わってきてるんじゃないかなどうだろう。<laughs> あの多分内部変わっても選挙制度がもう変わらないで無理だと思いますあそこはあの54でしょ今今、はい、54歳十四もねあそこでガチって、うん、だからカリフォルニアが潰れたら、うん、もう民主党目ないねそうですねで次あの2028年選挙って実は今回の24年よりもはるかに重要なところがあって、うん、それがあの アメリカって10年に一度国勢調査をやるんですね、それが次2030年にやりますとで次の2028年大統領がその国勢調査の,そのルールをある程度指示できるわけなんですよ。で、そこで不法移民入れるなっていうのをちゃんと明確にすることができると、うん、カリフォルニアの,あの54はもうだだ減りすると思います。もう今結局あの不法移民でなんとかかあなるほどあの国勢調査の,その人口割だら、はいはい その人口の定義の中に不法移民を入れるか入れないかって大きなな問題なんだ2020年の時はトランプ大統領が入れるなって,入れるなっていうか確か、えー、とアメリカ国籍持ってますかっていうのを確か入れようとしたんですよただそれ結局連邦最高裁が止めて、うん、あの法的根拠がわからないっていうのとそれをやることによるメリットがわからないみたいな感じで結局差し止められちゃったんですね。なんで次はもう もう一度勝負っていうことであの大統領任期中にそれをやることになるのでうまくそれを入れ込むことができればガラッと変わると思います本当にあの結局今はもうフロリダとかテキサスの方にどんどん人がアメリカ人が流れてきてるんでそ,、ねうん、そっちは人口増えるでしょうし一方でブルーステートって基本そのサンクチュアリシティっていうあの不法移民がガンガンやってくるところがいっぱいあるんで なんで次の2028でその不法移民にかなり強硬な大統領がちゃんと選ばれればうまいことその民主党の今のやりたい放題っていうのが崩せるかもしれないっていうだから皆さんね今,日今の会話で分かったと思うんですけどなぜあバイデン政権はこんなに不法移民をウェルカムしてるかっていうのは <laughs> 今の説明でね、うん 分かってくれたと思うんですよねもうただただ自分たちのためですからねあいつらはもうあの <laughs> 下々の民がたちがその何不法移民の犯罪とかで困ろうが知ったこっちゃねえっていう話ですからね本当そうだね<ー>、うん、だからカリフォルニアの街、うん、僕ね昔はね少なくとも2年に1回はアメリカの歴史的なところをずっと回ってたのよ、うん、だけどもう行く気がしないよね、うん、どうしてもほら車で僕行くからあ 車で南下すると全部ブルーステーだもんね。そうねもうカリフォルニアのまあひどさ、うん、とそれからねその北にある2つの州のひどさ、うん、そういうことに反発する人たちがあのグレータアイダホ構想っていうのを お今やってますので、まあ、この辺日本ではあまり知られてないと思うんです。これをまあ,あの山本康くんにちょっと話をしてもらおうかと思いますけど、2回目長くなったので、これは3回目に回します。じゃあ3回目を楽しみにしておいてください。ありがとうございました。